大阪府第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。当初の定数は4で、1964年に大阪府第6区が分割され、定数3となった。6区の定数も3なので、実質定数2増となった。自治体の名称は、 第40回衆議院議員総選挙時点のものである。小選挙区制度導入後、西区、港区、何和区は大阪府第1区に、大正区、住吉区、西成区、住之江区は大阪府第3区となった。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数55万7409人、投票率、 57.16%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数55万1658人投票率59.71%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数53万7264人投票率61.62%第37回衆議院議員 総選挙12月18日執行当日、有権者数、52万4171人、投票率 53.、53.18%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数、52万764人、投票率 62.、62.19%第35回衆議院議員。総選挙10月7日。 執行当日有権者数、52万939人、投票率 55.、55.72%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、54万60人、投票率 58.、58.84%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、56万7349人、 投票率、55.30%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、56万5677人、投票率 53.、53.06%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、55万7928人、投票率、 61.12%第30回衆議院議員、総選挙11月21日執行当日、有権者数、102万7034人投票率 55.。55.78%第29回衆議院議員総選挙11月20日執行、当日有権者数、89万1842人、投票率。 56.79%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数。人投票率第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数。人投票率第26回衆議院議員総選挙4月19日執行。当日有権者数。人投票率第25回衆議院議員総選挙10月1日執行。 当日有権者数、人投票率、第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数、人投票率、第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。